ビスミラー、ハーン・モハンマディビスミラー、ハーン・モハンマディは、アフガニスタンのムジャーヒディーン、軍人、政治家、大将、元国防省、アフガニスタン軍参謀総長。1960年頃、パルバーン州、パンジシール峡国のシャイカン村に生まれた、タジク人、靴屋の息子、モスク付属のマドラサ、ロハシの小学校、 カーブルのアブ・ハニー・ファメドレッセで学んだ。ある情報によれば、カーブル大学進学部を卒業したとも言う。1979年、アフガニスタン・イスラム教会が組織したカーブル、チャンダボリ地区でのハザーラジンの放棄に参加したが、政府軍により鎮圧された。その後、パンチシールに移り、アフマドシャー・マスードと合流し、その野戦主機関となった。1980年頃、 パキスタンに移り、アフガニスタンイスラム協会の情報委員会で働いた。1981年、マスードの元に戻り、彼の幕僚となった。1984年末からパンジシール協国の補給部長。彼の本部が置かれたサラン峠地区は、マスードの支配地でカーブルに最も近く、政府軍及びソ連軍と断続的に和平と戦闘を繰り返した。 1988年、カーベル北方のカーピーサー州及びパルバーン州を担当する中央地帯副司令官。1992年春、政府軍第40師団が防衛するバグラム空軍基地を攻撃。宣伝と交渉を駆使して4月15日に空軍基地を無欠占領した。同年4月からバグラム警備司令。1990年代末から2001年まで。 カーブル方面軍司令官となり、カーブル及びバグラーム方面でタリバーンと戦った。北部同盟の国防次官2001年から2003年9月20日、国防第一次官2002年から新国軍の司令官として言及され始めた。2003年9月20日、参謀総長。2010年6月29日、国会会員により内務省として承認。 2012年9月15日、内務大臣から横滑りして国防大臣に就任。ありがとうございます。